よろしくお願いします。もうね、皆さんゴロゴツに身をまとって人たちがいらっしゃってますね。はい、西谷さんでございますが、はい、それでは、まず、新記録の発表の前に、皆さんも驚いたと思いますが、改めて、ガロシリーズ、こちらを、紹介したいと思います。こちらのファッションの対応の特設ホイパーアクションドラマとして企画された試合は、2005年に第1回のテレビシリーズがスタートしました。その後、テレビ局には、スキーム、映画、アンダーの、そういうことを万代さんはその放送第1回目の、その放送時から結構さまざまな柄合いを、そうですね、はい、ゲームされたということで、2006年に絶品カメラのことに出させていただいたんですけど、2011年にロボットを実施して魔界カードを決めた方に変わったんですけど、こちら今のここからですね、ずっとまだ続いておりまして、今はまだ全然いけないので、ハマっているっていう、まあ、メンバー次第の販売の場所と中心にずっと発売を続けています。まあ、ワールドの世界観で、今としては、作るアイデアが、たまに展開を楽しんでいただければと思います。はい、ピノさんは、まあ、そうです。開発の商品ね、はい、そうですけど、まあ、そのジャケットからお分かりになるように、まあ、そもそもそのガロファンであるというところで、そうなんですよ、僕も第一チームのガロファンでございます。そうなんですよ、そうなんです。今日なんか、逆にこう、ガチオバのガチオバの会話がやってるから、逆にあの、ハゲに見えた感じが大丈夫かな、大変失礼のないようにね、頑張りたいと思うんですが、どうですか、木村さん、このガロの魅力、木村さんの考えるガロの魅力って何ですか。監督の前にすごい言うのも監督の前にすごいこうなんかでもあれなんですよ、なんかやっぱり変身前の生身のスタンドアクション、これはすごいもう最初見た時に衝撃を受けまして、いやなんだこの作品はと。で変身した後もやっぱり CG のアクションっていうのがものすごいリアルで、いやこれはなんかすごいのが始まったなと思いで見てると、やっぱりすごいダークな世界観なんですけども、結構すぐに起こったドラマ、これはやっぱりすごいなんか人間としてすごい大事なことを教えられるなっていうのはすごい魅力的だなと思い、さらにあの監督の特殊な世界観がやっぱり見ながらすごい引き込まれるなっていうのはかなと思っておりまして、はい、もう出てきてるからですね、あの魔界騎士のデザイン、これはすごいかっこよくて、なんかあのグリーンとあのカルチューの形を、いや、これはもうフィギュアを作る上でもすごい大事なポイントなので、すごく気持ちいいだなと思って、なるほど、はい、監督は12年で現状に届かせて、僕のポイントの発信の方が、あー、どうやって最初から必要なければ、後から光るかなと思います。どんだけ愛されてる、こう、秘訣というか、なんか、あの、どういうところがみんなに、結構大きいですね。そうですね。結構大きいですね。皆さんの応援があれば、あんまりいいのに違うな、ってやつだと思って。大手の次の、この時にちゃんと来ないことだろうと。まあ、ほら、一体監督で、ちゃんと並べてくれるんですね。違うこれだから、ね、
Thank you.
ミアムバンダイだけの限定版。かつての選ばれし子供たちに究極のデジモン変形品。